あ、でも平成10年なんだ、この橋。南海と北海。笹子川。後に右に曲がる道があったんじゃないかな。右に曲がる。あれ、今からやると左か。あ、うん。ほうほうほう。すごいね。あと最近ね、あのね、すごいあの悪魔のような企画をが思いついてね。これこうやって映しとったりするやん。これで走っとった前の風景のところを Google Earth で見ながら行くっていう、延々とくっちゃべりながら Google Earth で見る。 Google Earth でこの前の風景を見ながら、あ、こここんなんでしたねって言いながらパチパチパチって言うそれは出かけやんくていいのに、あのまるで散歩した気分になれるからね。でしかももうどこでも行けるやどこでも行けるやこれクソ楽やなってもともとは、あの、思わぬ形からやってるけど、あの、そのバス乗った時に、バスやったもんで、どうしてもその、円形取れやんかったもんで、うん。でも結構気になる風景とか結構いろいろあったから、そこら辺どうやって紹介しようかなと思った時に、あ、Google Earth やって。で、Google Earth でずっとそれで、ポチ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 、そのルートをもう一回走りながら。これ取れなかったくれるな。喋るのしんどいけど、ここ？あ、あるかい？いや、まだ先だね。あれもさっきの、さっき走った道と違うくない？これ。一緒だよ。一緒か。じゃあこの抜けた先だな。あ、そんなに先まで行っとったんや。うん。この、はい。このトンネルの手前に。あるこれ、この道だ。おい、食塩殺しにもほろがないかい、ね、これわかるかい。わからんね。トンネル出てすぐじゃん、これは致し方ない。あっち方面から来たらわしらわからん、うん、まあ、そのうち駐車場ぐらいあるでしょ。あるでしょ。まあ、もうちょっと奥まで行けるかな。あのダムカードとか配ってるのかな。あ、あるのかな、うん、お、もうこれダムの中入っちゃう。そうだね。あ、でもこれは通行禁止になってるね、ここは。あ、本当だ。関係者以外、そもそも中にも入れないのか。うん。あ、そうなんだ。なんか通れそうな気もするけどね。ね、うん、管理場になってるから、うん、ちょっと止めますか、どっかで。さっきちょっと広場あったからそこだね。あのダム、見学者の皆さんへお願い。1、危険ですので柵の中に立ち入らないでください。2、記念碑や柵に登らないようにしましょう。3、樹木や看板を傷めないようにしましょう。4、ダムを大切にするため魚の餌などを投げ入れたり落書きをしたり周りを汚さないようにしましょう。5、自分で作ったゴミなどは各自が持ち帰るようにしましょう。6、その他ボール遊びや人の嫌がる危険なことはしないでください。なんか面白い。なんか独特な書き方やなこれ。あ、さあ、あのダムだ。冬だからね。あのダム、
鳥も鳴いてるね。ただあのなんていうかな、観光用みたいな感じには全然してないね。ザ実用性特化のダムって感じだね。こんなにあんま見せるつもりないもんなこれ、だって芸能町、あの町、川上町からそのまま残ってるもん、まだ土になってないもん上からシール貼った後もないもんね、うん、東海農政局なんだね、農水省は。へえ、中西用水農業、これあの省庁によっては近畿扱いだったりするからね、うん、林野町とか確かそうじゃなかったっけな、確か、うん、なんかどっかがそうだったよ、うん、あのダム農政局長内山さん、あでも綺麗なダムだよ、ここら辺とかから見たら綺麗じゃない、まだ綺麗、これ芝の方とか入っていいのかな、まだ綺麗よ、いいですな、きれいきれい。そう、スマホを使ってね、こうやってズームとかできるのがいいよね。いやあっちの建物何なんだろうね。よいしょ。よくわからん。よーし。はぁ、あ。管理事務所か。管理事務所だ。管理してくれてるんだよ。俺たちの水を。農業用水だもんね、多分、うん、あのダムは、あのダム、通行はダメだけど立ち入りはいいのかなダメだろ一応ここまで書いてあるから通行なんか普通に通れそうな感じはするけどね、うん、まあ、一応ちょっとさすがに入るのやめときましょう。よし、たけー、いや、おお、たっけ、うわぁ、もう、ここ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 、これダメになったよ、たっけ、おぉ、えぐ、いや、カメラ落としたら大変なことになるよ、手が震える、もう両手で持ってるもん、俺、うわぁ、すげぇ、うわぁ、すごいね、放流したらすごいだろうなこれ、へえ、いやでもいい景色だ、うう、竹怖え、うう、ちびった、ちびるちびるダメだ、こういうダムはこういうダムでもまたいいね、でも、うん、あそことかまた行きたいけどね、七色ダムとか、七色ダム、七色のダムがあるんだよ、あっち、あの何やったっけ、北山村やったっけ、ああ、和歌山の、そうそうそう、飛び地の、うん、あそことか、あそこの方にある、あそこの七色地区のっていうところがあって、うんうん、そこのところにあるダムが結構でかい、へえ、高さどれぐらいあるの、高さ73メートルか、はあ、なんかもっと高く感じるような、何やろな、うん、見渡すあの景色のところがちょうどどーっと下ってくでなんやろな、うん、あそこの単純な高低差は73やけど、パッと見える景色のところは多分100メートル以上こう落差があるんやろな、
すごいね。よし、楽しかった方、ここからはまた前衛に変えよう。そんな喋ることないやろ、もう。待って。OK。よし。変幻自在だからね。フレキシブルだから、どっちの、あの画角とかにこだわるわけじゃないからね。柔軟性を持ってね、対応するという。いや、大事だよ、そういうのもね。